DAT.DAT.DAT. とは、音声を A、D 変換してデジタルで記録、D、A 変換して再生するテープレコーダー、またはそのテープ、また特にその標準化された規格のことである。DAT は元来、デジタル音声テープ、デジタルオーディオテープを指す一般名詞であり、コンパクトカセットなどのアット、アナログオーディオテープ、 オーディオ CD などの DAD、デジタルオーディオディスク、DV カセットなどの DVT、デジタルビデオテープなどに対比される用語だった。現在ではデジタル音声テープの規格の一つを指すことが普通である。英語などの表記では一般名詞は小文字始まり、規格は大文字始まりと区別することもある。一般向けに商品化されたデジタル音声テープには以下のようなものがある。 プロユースのものはマルチトラックレコーダーデジタル MTR テープ参照。また、PCM プロセッサーや8ミリビデオのマルチトラック PCM モードもデジタル音声テープと考えることができる。1989年には小型コンピュータ用のバックアップ用として DDS が規格化されている。これも以下で説明する。 ダット規格をベースに開発されており、テープカートリッジの外形は全く同じである。高密度な記録のため、VHS やベータマックス、ベータフォーマットなどと同様、ヘリカルスキャンヘッド、回転式ヘッドを採用している。カートリッジ寸法は、縦五十四ミリメートル、横七十三ミリメートル、厚さ十点五ミリメートル。ダットテープ規格は、幅が三点八ミリメートル。 長さは15分から180分の時間として表示される。長さの種類には15、46、54、60、74、90、120、180分があり、120分テープの場合、その実長は60メートルである。なお、ラジカセ用のカセットテープのような表裏両面収録はできず、片面のみ収録である。ダットで使用されるモード一覧は、 過表の通り、複数のモードが存在するが、一般的な機器は、二つの標準モード、LP モード、オプションに、ワイドトラックに対応している。ただし、ワイドトラックは再生専用規格で、この規格のソフトは発売されていない。ワイドトラックモードに使用予定のテープの自製材料は、バリウムフェライトを使用する予定だった。また、 ダット企画でのミュージックテープ製造も模索されており、関熱転写での量産化方式を設計したが、口述する著作権問題との関係で計画は頓挫した。結果的に市販のダットミュージックテープは 48kHz で、コピーガードのない少量生産品がわずかに存在した程度だった。カプリチョ、ドイツ等の海外マイナーレーベルの輸入品や、当時ダットメディアを発売していた顔が、 独自制作したクラシック音楽、室内楽等の作品等が該当する。加えて、パイオニア、現、音器用パイオニアの一部機種は、独自モードとして、サンプリング周波数 96kHz による、ハイサンプリング記録及び再生を扱うことが可能な、モードを備える。民生用に限定すれば、D-A7、D-A7A、D-A5、 D-06、DC-88、DHS5 DC の計6機種である。D-07 のみ本体にワイドと表記され、D-05 以降の 96kHz、ハイサンプリング対応機種は本体に HS と表記されている。これは民生用の録音規格としては、現在も最高水準である。しかし再生専用では、DVD、オーディオ、 削度の音質には及ばない。一般にはあまり普及しなかったが、高音質を求める、業務用、プロ用として利用されている。また、i は旧法人、現、ソニーマーケティングでは、ポータブルデッキに専用アダプターを接続することで、静止画像の記録にも対応する機種を発売した、HDX1、HDV-1。日本国内で、 ダットテープを発売したのはソニー、松下電気産業、現、パナソニック、日本ビクター、現、JVC 現、ウッド、TDK、記録メディア事業部、現、イメーション、富士フィルム、アジーやブランド、日立マクセル、現、マクセル、マクセルホールディングス、日本コロンビア、現、デノンコンシューマーマーケティング、D&A ホールディングス、カオーなどである。 最後まで唯一ダットテープを製造していたソニーも、ついに2015年6月をもって、ダットテープの生産を終了した。2018年10月現在、新たにダットテープを製造しているメーカーは、国内では一つもなく、流通在庫分も入手が非常に困難となっている。このか、ダットテープをコンピュータストレージオートに転用した DDS テープ、カートリッジも、 国内の製造メーカーとしては唯一最後まで DDS テープを製造していた日立マクセルも2016年6月までに生産終了2017年3月末までに流通終了となった。なお DDS テープはダットテープの代用品としてテープ幅がダットと同じ 3.8mm の DDS テープを使用することも可能である。ただし音楽録音 再生用のダットブランクメディアとして代用、使用可能なのは、最長でも DDS-1 の90メートルテープ、無圧縮時 2.0GB、圧縮時 4.0GB、標準モード6歳時180分、長時間モード6歳時360分相当までとなる。各社が相次いで開発した磁気テープにデジタル音声を記録する規格を統一するため、 1983年にダット懇談会が設けられ、1985年に回転式ヘッドを用いる R ダット、ローテーティヘッドダット、回転ヘッド方式ダットと固定式ヘッドを用いる S ダット、ステシャネディーヘッドダット、固定ヘッド方式ダットという2種類の規格が策定された。S ダットはメカニズムは勘弁だが高密度記録に対応した。 固定式記録ヘッドの開発が困難で、対して R-DAT の回転式ヘッドには VTR での実績があったこともあり、R-DAT が DAT として商品化されることになった。なお、後の DCC デジタルコンパクトカセットは s d a t で定められた。ヘッドが固定式という部分は共通しているが、ヘッドや記録構造を大幅に簡略化し圧縮記録を取り入れており、 この時の S. 規格と直接のつながりはない。サンプリング周波数は当初より 48kHz、44.1kHz、32kHz に対応する予定だった。しかし、44.1kHz は CD と同じであり、CD の完全同一の複製が可能とあって、日本レコード協会などの猛反発に相た。右曲折の末、 1987年に発売にこぎつけた民生用の製品は苦肉の策として 44.1kHz のデジタル入力録音ができない仕様となった。しかし、これが足かせとなって普及しなかったため、1990年には SCMS シリアルコピーマネジメントシステムを搭載し、CD からの直接デジタル録音が1世代だけ、可能で2世代目は、 アナログコピー可能だが、デジタルコピー不可である機種が登場した。ほぼ同時に普及が始まった、衛星放送の音楽番組や、ミュージックバードのエアチェックにも利用され、A モード 32kHz、B モード 48kHz に対応した。なお、業務用機には、SCMS 機能制限がなかったために、音楽録音スタジオなどでは、爆発的に普及した。また、 持ち運びができるバッテリー駆動の製品を使って野鳥の鳴き声や汽車、電車の走行音の録音など野外での生録音を楽しむマニアも少なくなかった。当初は民生用としてスタートした企画だが民生用にしてはオーバースペックなほど高性能であり早くから業務用としてプロの現場で活用され始めた。放送用素材やマスターレコーダー。 アイドルやヒーロー等のイベント会場の音響として、盛んに利用された。そのため、ソニー、PCM-7040 など、放送用、業務用の一部の機種では、スンプとタイムコードが記録できるようになっている。後期には高音質化の技術がいくつか導入された。16ビット録音でありながら20ビットや24ビット相当の解像度を実現する SBM。 スーパービットマッピング機能が IY やソニー製ダットに導入れた。民生用は1993年3月に、その SBM 対応第1号機 DTC-2000ES を投入した。一方で、パイオニアは HS ダットと呼ばれる方式で、標準モードに対し2倍のサンプリング周波数を、 テープ速度と動作ロックを倍速にして88.2から 96kHz 録音を民生機器で実現した。民生用は1992年10月に 96kHz、ハイサンプリング対応第1号機 DE-07 を投入した。ちなみに、ダットのテープ速度を倍速で走らせる発想は、コンピューター用 DDS ドライブからヒントを得たと言われている。バイオニアはさらに、 AIRS と銘打った録音システムを送り出す。既存の民生用ダットデッキ DE-07A をもとに、業務用用途に特化したダットデッキ DE-9601 とデジタルプロセッサー SPAR1 を組み合わせ、96kHz サンプリングに加え 24bit までワードレングスを伸ばしたもので、当時としては珍しい 96kHz、2 4ビットフォーマットに、 対応していた。さらに DE-9601 はダウンコンバーターを内蔵し 96kHz から 44.1kHz へダウンサンプリングした信号を同社の CD レコーダー RPD-500 に接続しアナログを介さずに音楽 CD を作ることもできた。この AIRS は業務用で一般に普及しなかった。その他 ティアックの業務用ブランドのタスカムもダットテープを倍速で駆動し HR ハイレゾリューションモードで 48kHz サンプリング24ビット録音に対応した業務用ダットデッキ DA-45R を2000年に発売した。1992年に登場したミニディスク MD が価格や使い勝手などの面から1990年代半ばから2000年代初頭に かけての民生用、オーディオ機器の主流となった。MD の圧縮コーデックアトラックのデータ圧縮時のアルゴリズムの大幅な見直しにより、高音質化したほか、民生用、CD レコーダーの普及も進んだ。そして2000年代後半になってからは、MP3、WMA、AAC 等の高圧縮の音声ファイルフォーマットを採用した携帯型のデジタルオーディオプレイヤーが着実に普及。 この間、ダットのシェアは縮小の一途をたどった。2003年には、パイオニアの民生用西置き型ダットデッキ t 0個および DHS5 が販売終了。2005年には、ソニーの民生用西置き型ダットデッキ DTC ザ 5ES が販売終了した。1999年7月発売のソニーダット、ウォークマン TCDT100 が民生用ダット、 製品最終機種として販売を継続していたが、月間出荷台数が100台程度だったことや、製品に使用する部品の入手困難化、ダット代替製品の多様化、ダットユーザーが代替製品への移行が進んでいることなどの要因から、2005年11月25日にソニーから生産終了する旨が発表され、2005年12月、初旬に生産出荷終了し、 2006年9月までに在庫確保分の販売が全て終了した。日本向け民生用ダット製品は姿を消した。また2015年には最後まで音楽用、ダットテープを生産していたソニーが製造を終了し、ダットテープも流通在庫のみとなり、今後入手が困難になると予想される。その後も業務用向け製品は引き続き少量ながら生産が続いていたが、 2000年代末までに生産終了している。ラット代替製品として、業務用の分野では2010年代以降に、銅による HDD レコーディングステムに順次置き換えられ、さらに、個人の分野であっても、PC を利用した USB 接続による外付けのオーディオキャプチャーユニット、例、ローランドが製造、販売する、ウーアシリーズ、およびヤマハが製造、販売する、 AG シリーズ、コルグが製造、販売する DSDAC-10R 等による HDD レコーディングに置き換えられていった。また、SD メモリーカード等のフラッシュメモリを使用した屋外使用も可能なポータブルかつ冷やし区に代用したレコーダーも多数発売されている。一部機種では 96kHz 録音や 192kHz 録音、DSD 録音も可能。 いわゆるハイレゾ6歳対応になっている。詳細は IC レコーダー、PCM レコーダーの項を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。